アメリカ合衆国大統領のドクトリンとは、アメリカ合衆国の大統領が、外交問題に対して、鍵となる目標、態度、またはスタンスを指針として示すものを、ドクトリンと称しているものである。ほとんどの大統領のドクトリンは冷戦に関するもので、ある。一般的に、ジェームズ・モンロー、ハリー・エストルーマン、リチャード・ニクソン、ジミー・カーターとロナルド・レーガンなどの歴代の多くの、 アメリカの大統領は彼らの外交政策をドクトリンという用語を用いて表現し、彼らは皆自らの外交政策の特徴をより完璧に表現するためのドクトリンを持っていた。ジェームズ・モンロー第5代アメリカ合衆国大統領を。モンロー・ドクトリンは1823年に発表され、ヨーロッパの大国に対してもはやアメリカ大陸を植民地化すべきでないことや、 アメリカやメキシコ、大コロンビアや他のアメリカ大陸に位置する主権国家の問題に関して干渉すべきではないというアメリカの意見を宣言したものである。その代わり、アメリカはヨーロッパの大国間及びヨーロッパの大国とその植民地間の戦争に対して中立的な立場を取るつもりだった。しかしながら、これらの後者の類型の戦争がアメリカ大陸で起こり、アメリカは そのような行動は自国に対する敵対行為であると見ていた。ドクトリンはジェームズ・モンロー大統領によって考案され、彼の7回目の議会に対する一般教書演説において発表された。それは当初疑いの眼差しを向けられ、後に熱狂を持って迎えられた。これはアメリカの外交政策にとって画期的な瞬間だった。ドクトリンは特に ジョン・クイン・シー・アダムズによって考案されたと考えられている国家の道徳として植民地主義に反対する宣言であるが、その後、セオドア・ルーズベルト大統領のモンロードクトリンから導かれるルーズベルトの帰結を含めアメリカ独自の植民地主義の形成のための認可証として利用され、様々な方法によって再解釈されてきた。モンロードクトリンから導かれる ルーズベルトの帰結は1904年に宣言されたセオドア・ルーズベルト大統領によるモンロードクトリンの本質的な変更である。モンロードクトリンではラテンアメリカをアメリカの商業的権益の拡張のための地域であるとみなしており、当初の目的はヨーロッパの派遣国家から西半球を守ることだった。本質的にルーズベルトによるモンロードクトリンの再解釈は 西半球におけるアメリカの経済的、軍事的支配の根拠として利用された。新しいドクトリンはアメリカがラテンアメリカ諸国の政府に対してアメリカがこの地域において国際的な警察力として影響力の行使を積極的に模索していることを述べた率直な意見表明だった。この発表は穏やかに話し、しかし昆棒を用いて行われた政策であったと 説明されており、その後、後のドル外交とは、対照的な、混沌外交の時代が始まった。ルーズベルトのアプローチは、アメリカの孤立主義者や平和主義者の間で論争を巻き起こした。トルーマンドクトリンは、ソビエト連邦によるヨーロッパと中東への侵略に、対するアメリカの政治的回答であり、具体的には、イラン、トルコ、ギリシャにおける、共産主義運動を指していた。 結果的にアメリカのソ連に対する外交政策はジョージ・エフ・ケナンが表現したように封じ込めへと変化した。トルーマン・ドクトリンの下アメリカは共産主義政権によって脅威にさらされ共産主義に抵抗する国家が援助を求めた場合のために資金、武器や軍隊を送る準備を整えていた。ハリー・エストルーマン大統領の言葉にあるようにそれは武装した少数派や 外国の圧力によって服従させようとする試みに対して抵抗する自由な人々を支援するアメリカの方針となった。トルーマン大統領はギリシャ内戦の危機のさなか、1947年3月12日に行われた議会への演説において宣言した。トルーマンはもしギリシャとトルコが彼らが必要としていた援助を受け取らなかった場合、彼らが 共産主義者の手に落ちていくことは避けられないことであり、さらにこの地域に広まっていくと主張した。1947年5月22日、トルーマンはトルコとギリシャに4億ドルの軍事的、経済的な援助を行う法律に署名した。しかしながら、このアメリカの援助はもはや経済的に与えられる地位になかったイギリスによる様々な援助にとって変わられた。例えば、 1947年以前はイギリスによって実行されていたギリシャの共産主義者に対する封じ込めと反対する政策はその多くがアメリカによって引き継がれた。ドクトリンはまたその後ヨーロッパの他の場所でも行われた。イタリアやフランスなど共産主義運動が盛んに行われていた西ヨーロッパ諸国の政府は様々な援助が与えられ共産主義者が 政権につくことがないように援助を受けた。いくつかの観点において、これらの運動は、ソ連や東ヨーロッパにおける反対者グループの粛清の動きに対する反応であった。アイゼンハワードクトリンは、1957年1月5日、ドワイトディアイゼンハワー大統領が議会に対して発表したメッセージの中の一節である。アイゼンハワードクトリンのもと、もし、 ある国家が他の国から武力振興の脅威にさらされた場合、その国家はアメリカに経済的な援助及びもしくはまたはアメリカ軍に援助を求めることができるようになった。アイゼンハワーは彼のドクトリンの中でソビエトの脅威を主張し国際的な共産主義運動によってその政権下にあるいかなる国家からの武力振興に際しそのような国家の領土の保全と 政治的独立を守り保護するためそのような援助の求めによりアメリカ軍が関与することを正当化した。アラブの一部で高まっていた西側陣営への敵外心と1956年のスエズドーランのあとエジプトとシリアでソビエトの影響力が高まっていたことがドクトリンの動機だった。国際的な政治の文脈ではドクトリンはソビエトが スエズ戦争をエジプトへの介入のための口実として利用しようとする試みの脅威の結果として戦争を起こる可能性への反応だったこの地域におけるイギリスとフランスの影響力の衰退が残した力の空白によってその後に生じた戦争と素早く権力基盤を築きソビエトとアメリカに対抗するためにそれを利用し積極的な中立の立場をとり ソビエトの援助を受け入れていたエジプトのガマール・アブドゥルナーセルが取った立場によってはさらに複雑化した状況を改善するためにはアイゼンハワーは強硬な立場を取ることが必要であると感じていたドクトリンによる軍事行動の提供は次の年に起きたレバノン危機に適用されレバノンのカミール・シャムーン大統領の要求によってアメリカは介入したケネディ・ドクトリンは ジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディが大統領を務めた人気の間のラテン・アメリカに対する外交政策の姿勢である。ケネディは共産主義に対する封じ込めの指示と西半球において進捗していた共産主義政権の転覆を宣言した。1961年1月20日の彼の就任演説においてケネディ大統領はその青写真とともに アメリカの徴収に後に来たるべき彼の政権の将来の外交政策の姿勢について語った。この演説ですべての国家は知るべきである。我々のことをよく思うか思わないかを問わず、自由の存続と成功を確かなものにするために、我々はいかなる代償も支払い、いかなる重荷も背負い、いかなる困窮にも耐え、いかなる友人をも支え、いかなる敵にも屈しないことを、 とケネディは警告した。一彼はまた、徴収に対し、人類共通の敵である圧政、貧困、病と戦争を恐れ、自体との戦いへの協力を呼びかけた。この演説の中では、ケネディ政権で重視されるようになる冷戦の我々と彼らという構図の始まりを目にすることができる。ジョンソン・ドクトリンは1965年のアメリカのドミニカ共和国に対する介入後に、 リンドン・リー・ジョンソン大統領によって言命された西半球における国内の革命の目的が共産主義者の独裁政権の確立を目的とする場合、それをもはや国内問題として捉えないことを宣言したものである。ニクソン・ドクトリンは1969年7月7日、グアムにおける記者会見の場においてリチャード・ニクソンによって述べられた。アメリカは今後、 同盟国が国防について、まず自国のことは自国で責任を負うことを期待すると彼は述べた。これはベトナム戦争のベトナム化の始まりだった。ドクトリンではアメリカは同盟国との協力を通じて平和を追求していくことが主張された。1969年11月3日にベトナム戦争について国民に演説したニクソン自身の言葉は次の通りである。 ニクソン政権はイランやサウジアラビアへの軍事援助を通じてペルシャアンガ岸ン地域でもドクトリンを行使し、これらのアメリカの同盟国はこの地域における平和と安定を確保する責任を引き受けた。地と油、アメリカの石油外交の危険性と、その後の著者マイケル・クレアによれば、ニクソンドクトリンの行使はアメリカのペルシャアンガ岸ン地域の同盟国への 軍事援助というカーター・ドクトリンとその後の湾岸戦争とイラク戦争というアメリカの直接軍事介入の水門の扉を開いたという。カーター・ドクトリンはジミー・カーター大統領が1980年1月23日に彼の一般教書演説の中で述べたもので、ペルシャ湾岸地域における国益を守るために必要な場合には、 アメリカが軍事力を行使することも辞さないことを宣言したものである。ドクトリンはソ連のアフガニスタン侵攻に対する回答であり、冷戦期のアメリカの敵であり、ペルシャ湾で派遣を模索していたをソ連の牽制を目的としていた。カーターはアフガニスタンのソビエト軍が中東の石油の自由移動にとって重大な脅威となる姿勢を見せていると述べた後、こう宣言した。これは、 カーター・ドクトリンの重要な一節であるが、カーター大統領の国家、安全保障問題担当大統領補佐官であった、ズビグニュー・ブレジンスキーによって書かれた。ブレジンスキーは、トルーマン・ドクトリンに習って、カーター・ドクトリンを形成し、ソビエトは、ペルシャ湾に近づくべきではないことを明確に、主張するために、先の一節を演説に含めたと主張した。石油の世紀、 支配者たちの攻防の著者ダニエル・ヤーギンは、カーター・ドクトリンと1903年に、イギリスのフィッツ・モーリス外務大臣がイギリスは、ペルシャ湾における他の、いかなる大国による、海軍基地、または要塞化された港の建設しようとする試みも、イギリスの権益への重大な脅威とみなされ、我々は、我々がそれを拒否する意思を表示するため、あらゆる手段をもって間違いなく抵抗するだろうと、 ロシアとドイツに対して警告したイギリスの宣言との類似性を指摘している。レーガンドクトリンはソ連の支援を受ける従属国の共産主義政権に抵抗する反共ゲリラを支援することによってソ連の影響力に対抗しようとする冷戦期のアメリカの重要な戦略である。それはブレジネフドクトリンへの回答であり、1980年代、 中盤から冷戦が終結した1991年までアメリカの外交政策の中核だった。レーガンの定義レーガンがドクトリンについて初めて説明したのは1985年の一般教書演説だった。我々はソビエトの侵攻に抵抗し、我々が生まれた時から持っている権利を守るため、アフガニスタンからニカラグアに至るまで全ての 大陸において危機に瀕している信頼を失ってはならない。自由のために戦う者を支えることは自衛である。レーガンドクトリンは、ニカラグアのコントラ、アフガニスタンのムジャーヒディーン、アンゴラのジョナス・サビンビヒキール、アンゴラ全面独立民族同盟など、反共組織の援助を呼びかけた。クリントンドクトリンは、他の多くのドクトリンがそうだったような明確な方法で述べられたものではない。 しかしながら、1999年2月26日の演説で、ビル・クリントン大統領は、いわゆるクリントン・ドクトリンと考えられているものについて、次のように述べた。クリントンは後に、ジェノサイドはそれ、自体に、我々が行動すべき国益が包摂されており、我々は、世界の人々に、アフリカあるいは中央、ヨーロッパやその他の場所に住んでい,いようが、もし誰かが、 無実の市民がやってきて、彼らの人種や民族的背景、または宗教のために大量殺戮されようとしているのなら、それは我々の力で止めることができる。我々はそれを止めさせるだろうと述べ、介入のドクトリンを補足した。ブッシュドクトリンは、アメリカ同時多発テロ事件後に、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領によって採用された外交政策である。 事件後のアメリカ議会への演説において、ブッシュ大統領はアメリカは、これらの行為に関与したテロリストと彼らをかくまうものを区別しないと宣言し、その後アフガニスタンに侵攻した。その後、ブッシュドクトリンは、潜在的な侵略者がアメリカに対して攻撃を開始する前に、それを予防する戦争を許容する政策とともに定義され、 その視点は、イラク戦争の理論的根拠の一部として利用された。ブッシュ・ドクトリンは、冷戦期、ソビエト連邦の崩壊から9、11を経て、抑止という一般的なアメリカの外交政策の特徴から一歩踏み込んだものであると認識されており、ロナルド・レーガン政権の影響に影響を与え、安定した右翼独裁政権を支援した、カーク・パトリック・ドクトリンともまた対照的である。 2009年の時点では、オバマドクトリンは、また完全に定義づけされておらず、オバマ大統領自身も、外交政策の特徴を、ドクトリンという形で大げさに表現しようとする、アプローチを嫌っている。オバマは、彼のドクトリンについて質問されたとき、我々の安全保障は、他の人々や他の国々と共通の安全保障と、共通の繁栄という視点を、アメリカは持つべきだと答えた。 2009年4月16日、e j ディオ o ヌはワシントンポスト市のコラムにおいて、ドクトリンをアメリカの力を臆することなく展開するが資料深く、その講師は現実的な限界と自己認識に満ちていなければならないとする現実主義の一形態と表現した。オバマドクトリンは一部の者からは、強情主義的で攻撃的なブッシュドクトリンからの変化であるして歓迎された。他方で、 ブッシュ前大統領が指名したジョン・ボルトン国連大使などは敵国との融和政策を奨励していることなどそれがあまりにも理想主義的で干渉的に過ぎると批判したポリティーコ氏が報じ2011年3月29日にブライアン・ウィリアムズに伝えたとされるところによるとオバマ大統領は北アフリカと中東は異なりアメリカは 同じ政策を適用としようとすることはできないと語り、このオバマドクトリンに関する一連の論争を終わらせようとした。オバマは、私はこの特定の状況をとって、これから我々が適用するオバマドクトリンの一部を片枠のように定義づけしようとする試みは重要ではないと思うと語った。ありがとうございます。